私決めたんです、先生に捧げるって。俺は断じてロリコンではないし、浅見さんという理想的な女性にも巡り合えた。先生、酢豚がなくなるって本当ですか？問題行動？いい加減にしようよ、泉。見てて分かんなかったら言っても分かりません。酢豚の廃止を決定する前に生徒たちの意見を聞いてみようと。はい、これは案外重大な問題はらんでる気がするよ。その両親の言うことをちゃんと聞いて育った真面目な子なら、それゆえに息が詰まるのかもしれませんな。些細な問題にすごい一生懸命だなと思って。いいな、鈴木先生の彼女が。なんだろう、この不安感は。どうしたんですか、いつもの教育への熱意は。ちょっといいですか。本当は分かってるくせに俺を試してるのか。